どれくらいでかいか、ギロさん。でかいでしょ。めっちゃでかい。こんな感じ。ありがとうございます。振っちゃったりしましたよ会話したの、お話をしたつもりなんだけど、舐め回すよ。だってずっとここにいてくれたのよ、しばらく。そうなんだよね、ここにいてくれたんだよね、うん、これでちょっとどれぐらい大きいのか比べられたいんだよね。ほら、もうお友達になってるでしょ、ね、ぽっくりも持ってきてるんだよね。本当に目の前に見たら珠玉で、ね、これ世界で一番なんかいきなりカエルになっちゃった。カエルからこれゴールデンキューなんですね。最大級になるとこれぐらいの大きさになると、
ですけど、歩いて今六歩半って皆さん想像してみてください。超これは本当に熱帯魚を飼ってる人がね、あの水槽の中に必ずいるっていう、私も飼っておりました。おしゃれな作りにしたので、そうですね、これはあれでしょう、日本が誇る金ってやつね。ね、この辺りはすごい華やかなものが多かったね。色とりどりな感じのね、お魚たちが。アフリカンシクリカラフルクラゲ。でも家の中にこういった水槽があるとやっぱり優雅だね。確かにね、なんかお金持ちな感じがする。そうこれ本当に思ったんだけど、こういうなんていうの、色の演出もそうなんですけど、中の BGM とかがちゃんとしっかりしてるからね。そうだね。ヒラメを探せ、どこにいるでしょうか。どこにいるの。ヒラメちゃんでございます。わかりますか。わかりにくいかな。わかんないね。ここに目玉があります。画像ではわかんないかな。右の下の方になんとなくって感じです。こういうようなところで出すと、ね、はい、カピバラがいるんですね。カピバラちゃんね。そうなんです、カピバラちゃんね、会いに行ったんですけどもね、なんとも愛想の悪い、そういう生き物ですよ、カピバラですね。全く動かない。一生懸命声かけたんだけども、一回も振り向いてもらえませんでした。どこ向いてんだって感じなんでね、これ本当にもね、声かけてね、気配は感じてるんだけども、うん、振り向くことはなく、ね、終わってしまいました。聞こえてるんだよね。精一杯なんかやってた。聞こえてるよ。聞こえてるかもしれない。無視してる。スルーしてる。無視してる。返事してくれませんでしたけど。あ、これこれこれがね、またすごかった。餌やりコーナー、ね、餌やりコーナーって言いながらものすごい数の魚が、ね、もう思わずあのポニョかなみたいな、ね、ちゃう。小さい子供がこれね、今一生懸命ね餌あげてたの、私たち見てたんですけども、まあすごかったわ。あ、これだからね、好きな人は好きなんだろうけど、ここまで来るとね、ここまで来るとちょっと、ね、ちょっと鳥肌もんだね。残念ながら本日のアスカショーは終了いたしちゃいまして、ビデオを撮ることはできませんでしたので、また次回撮ろうと思います。残念。お土産コーナー。そうなんです、はい、ね、こちらアスカショーとか、うん、カピバラふれあい体験とか、そうだね、これ夕方のやってるんだけども、私たちは間に合わなかったですね。かな、うん、もうちょっと早い時間に行けば、ね、最後にお土産コーナーを、はい、ぐるっと回りまして、うん、でもこの売ってるお土産もね、可愛いものが多かったね。やっぱりお魚をアレンジしたものとか、というような感じでございまして、こういうキーホルダーが一番人気があったんだろうね。これもこういうワニ持ってますけど、ワニはいなかったですけどね。ワニ持ってるけど買ってこなかった。カピバラのこのね、これ買ってこればよかったかなってね、後になって後悔してるんだけども、で、これトイレットペーパーなんかも売ってたりなんかして、そうなん、こういうのも簡単なお土産としてはいいかなっていうふうに思いましたが、はい、ということで、はい、今回こんなような動画で最後に記念撮影を撮りまして、はい、それではまた皆さん次回スマイルミュージック終わろうかなと思います。この後歌でもやりますか。そうですね、そうですね、じゃあ歌でも聴いていただいて、はい、また次回皆さんお会いしたいと思います。ガンヤットの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたね。はい、ありがとうございました。さようなら。この街じゃ夜更かしの好きなフクロウ、本当の気持ち隠している、そうカメレオン。
朝レボーの鶏徹夜明けの赤目のウサギ誰とでもうまくやれる子もりばかりさ見てごらんよく似ているな誰かさんとほらごらん吠えてばかりいる素直な君を Stop, 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 stay Stop, 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 stay Stop, 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 stay 白鳥になりたいペンギンなりたくはないが負け者失恋しても片足で踏ん張るフラミンゴ遠慮しすぎのメガネザルヘビに睨まれたアマガエルライオンや狂に頭下げてばかりいるハイエナ見てごらんよく似ているだろう誰かさんとほらごらん吠えてばかりいる素直な君をほらねそっくりなサルが僕を指さしてるおしゃべりな旧館長挨拶しても返事はない気が向いた時に寂しいなんてつぶやいたりもするしゃべりすぎた翌朝落ち込むことの方が多いあいつの気持ちわかりすぎるくらいよくわかる見てごらんよく似ているだろう誰かさんとほらごらん吠えてばかりいる素直な君をほらねそっくりなサルが僕を指さしてるきっとどこか似ているんだ僕と君のように愛をください Oh, 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 愛をくださいずー愛を